い、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあこの洞窟の中入っていくか。ってかこの洞窟は壺の洞窟。待って、これもまた割れんやつやん。あ、この洞窟はさ、あのフクロウが言いよったとこ。あ、開いた。はい。何、色違いの骸骨がおる。あ、これ多分やっ、あー痛い。ちょっと私クリボーとかじゃないけんさ、踏み潰すのやめてもらっていいですかね。これ多分やっつけたらあっこに鍵落ちてくるやつや。ほら来たほら来た。ここだけ色が違うと思ったんだ。とりあえずこっちに。あ、これまたくちばし。くちばしって使い回しじゃないんや。毎回違う。ちょっと待って、こっちは？これも、やっつけたら出てくるんかな、鍵。ちょっと待って。はって。いやー！ちょっと待って。びっくりするんやけど、やめてよ。ちょっと、めっちゃなんか騒がしい。超騒がしい。お、鍵2個ゲット。なんかダンジョンに入ると必ずさ、鍵が溜まっていくんよね。よいしょ。お、あ、これあれか、あの魔法の粉。あ、宝箱来たー。とりあえずここしばいといって、よいしょ、鍵がどんどん溜まっていくよっ。あ、あー、ちょっと待って何やってんだ、落ちてしまったじゃねえか。あ、この部屋か。え、動かない。あ、同じ動きする感じか。ちょ、待って、これこれで、は、そういうことね。こっちが動かなければ大丈夫。ほら来た、鍵。これは動かせんの？あ、ってことは向こうから回らんといかんのか。出しっぱにしとけば大丈夫かな。え？君たちは動くよね、普通に。ちょっとびっくりした。は、てい。よし。そこがとりあえず、よいしょー。ん？ここは。びっくりした。こっちまで来るかと思った。あ、あっこにも。怖いんですけど。痛い！来るんか。これ動かせそうじゃない？ほらほらほら。イエーイ。危ない！痛い！え？あ、階段。ちょっと待って待って、怖い。てか回復したい。あ、ここか。なるほど。階段を降りたら必ずマリオの世界になるんかな？マリオって誰やん。じゃあこの先にさ、回復の場所が欲しいんですけど。は動きがうるさいね。あ、回復できるやん。ちょっと待って、怖い。は回復して落ちていくやつ。あ、あっこ扉？あ、回転扉や、あのやつ。痛ーい。ちょ、ああせっかく回復したのに。ちょ、こっち来いよ、お前。でででで。怖っ。来た。でもあれやね。全然、ハートを落としてくれない。え、待って、ボス？え、ちょ、待って待って待って、ボス？怖い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 。え、怖い怖い怖い。痛い痛い痛い。え？ひゃ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 。え、待って、怖い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 。え、掘り投げられる、掘り投げられる。ちょ、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 え、え、おいちょ、待って、恐れすぎるんですけど、あー、終わった、終わった。え、急激なボス、え、どういうこと？ボスなの？これは。全然違ったりとかするの？くっそ、ここから。ち
と待って、ここに来る前に、こっちの方とか開けれるんじゃない？はい、来たー。おー。危ない。いい、怖い。めっちゃ怖い。ここも動く。縦にも横にも縦横無尽な感じで動くんすね。あ、これ。穴開いとる。ちょっと待って、邪魔。君邪魔。君、すごく邪魔。間違え、怖い。そんなギリギリのところにおられたらさ、私がさ、無理なんだよね。は、痛い、落ちろ。これも鍵？あ、くちばしや。フクロウの石像を探そう。フクロウの石像を探すことなく、もうなんか、ボスまで行ってしまったんだけど、ちょっと待って、こっちから行った方がいいかな。はい。あ、で、ちょっと、あれやん。あー！こいつ頭上から来るけんな。全然盾関係ない。兵法のところの鍵取っとこう。あれ？どこやっけ？こっちか。あ、くちばし。はい。道を塞ぐ飛び出たる床、光るクリスタルを分かってる。まあ、その部屋のヒントよね。もうくちばしいらんくね？くちばしいらんくね？え、だって多分さ、もう一個あったやん。もう一個のくちばしのところ。あれ多分、ブロックを動かせとかそういう感じのことやと思うよね。よいしょー。無視していくー。ゴー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 。なるべくハートを消費したく、一応見ていく一応、聞いていきますか。床の模様を一つにすれば新たな道が開かれてるんだ。もう新たな道は開かれたんだ。え、ちょっと待って、この先やったっけ？よし、行くか。てい。よいしょー。いいね。はい。なんかなー。よっ。あれ？お、落ちた。はい、回復からの。回復したとはいえ、唐突よね。しかも、こいつさ、マジ喋らんのよね。いやー、ひび割れ床の上に置かないでください、怖い。これで避けつつ、爆弾とか使うん、お前。いやーやめてよ。そういう感じ、怖い。いや、怖い、捕まったらマジで、ああ捕まったらマジで終わりやけん。ああちょっとやめて、そうやってさ。でもこいつマジでさ、絶対。あ、怖っ。おぉ。ボスじゃないよね。だってワープの床とか出てきてないもん。赤い服。あ、出てきた。今出てきたよ。何かさ、マップとかさ、コンパスとかないんだけど。まだなんすかね。よいしょ。一応ここで回復もできる。最初大耳の魔物、最後ドクロナイト。最初大耳の魔物、最後ドクロナイト、どういうこと？なんかわからんけど。とりあえず先進む？なに、吸い込まれる。やめてよ。あ、てかこれ。あ、イエーイ！やっと地図を見つけた。マイナスでマップ画面を見よう。落ちる！魔法の粉を撒き散らしながら。まだ鍵2個あるよね、私。よいしょ。これは？あ、ルピー。20ルピー手に入れた。ちょっと嬉しい。右がおすすめんよね。こっち？テレサ来た。ちょっと待って、テレサ来たし、ちょっと明るく。あ、逃げてった。よいしょー。消えたよ。お、宝箱。鍵かな？よいしょ。何これ。パワーブレスレットを手に入れた。これで壺や岩が担げる。あ、マジで？これでこの先に進めるってことか。ということは、
これは、あ、装備せんでも大丈夫な感じ？これで持てるようになった。イエーイ。あれ？向こう行かんといかんのや。向こう行って切り替えていかんと。ダメなんすね。なるほど。え？なんかおった敵今もしかして。気のせい？よいしょ。あ、鍵。小さな鍵を手に入れた。鍵のかかった扉が開くぞ。てか、コンパスないの？コンパス。ちょっと待って、もう一回切り替えて。あ、ひっついた。ひっついた。持ち上げたんかと思った、一瞬。いやー。あ、そっか、こいつは、トゲトゲがついたやつじゃないけん。落とすしかないの。ちょっと。いやー、ちょっと待って、いろんなやつがいる。いろんなやつがいる。ちょい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 。ふぅ。この切り替えは何の関係があるんやろ。ちょっとよくわからんね。とりあえず進む？大耳の魔物ってこれのことかな。え、待って、攻撃ができない。へえ、ちょっと待って。痛ーい。あれ？この部屋なんもないの？そんなことはない。え？ちょっと待って、怖い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 。うんうんうん。痛い。やっつけ方があるんかな、この魔物も。多分。なんか、壺ならやっつけれるとか。あー、ほらほら、壺ならやっつけれる。あとは、この部屋も全部やっつけていけばいいんかな。あ。階段。なんやった？最初、大耳の魔物、最後、ドクロナイトって言ったっけ。どれ？まだかな。あ、そういえば、あの部屋になんか、階段あった。そっか、あの階段の先に、なんかそのヒントが関係ある場所があるってことかな。え、なんか、顔出てきた。もしかして、壺がないと、ダメとかそういう。あ、やっぱり？やっぱり？なんかめっちゃ不気味なんやけど、君の顔。あれ、ボスのとこに来たよ。え、ボス、え、ボスの鍵ゲットしてない？え、ボスの鍵ゲットしてない？ちょ、待って。あ、マジか。あ、じゃあその、何？大耳の魔物？あ、これ上は通れんねやね。が、どうたらこうたらって言った。あそこを降りていかんといかんのか。せっかくここまで来たのに、もったいない。でも、ここの下に、ボスがおるわけやね。オッケー。ん？これかな？ドクロナイトって。ちょっと待って。あの階段どこに繋がっとんやろ。今までさ、下がる階段あったけど、上がる階段なかったことない。最初、大耳のまま、え、ちょっと待って、これ。さ、で、間があのコウモリってこと。痛い。ちょっと待って、大耳のままの。待って、壺がなくなる。こいつ多分剣で倒せ。大耳の魔物。で、ドクロナイト最後。で、出ていて。どう？やったー！やったね。おー、これで、ボスの鍵を手に入れた。ボスの部屋の扉を開けられるぞ。え、待って、あっこの階段は？どこなんだろうか、これは。え、待って。どこなの？あ、そっか、これ、こっちね。あ。パックンまで出てきたよ、パックン。痛ーい。痛ーい。ハート、ハート。あ、ここ？ここか。なるほどね。そういうことか。地図ゲットしたけど、コンパスゲットしてないんよね。多分あるよね。なくてもいけ、まあいけるっちゃいけるんやろうけど、来てしまったよ。壺の洞窟だから。うひょひょ、今度の相手はわしでごじゃりよ。うひょひょ。アクション大魔王的な感じね。壺魔王。魔王なんや。何？火の玉で落ちて、それ投げてきそうな感じする。ちょ、どうなの？あ、ほら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 、やっぱり痛い。なんか思ったより量あるんやけど。え、これ、無限かと思った。
めっちゃ無限かと思った。動けないでごじゃる。でも大丈夫でごじゃる。そんな生クラン剣ではこの壺は壊せないでごじゃる。ここの壁の方がよっぽど硬いでごじゃる。なに、めっちゃヒント言ってくれるやん。は？そういうことね。ひょひょひょ、この壺がある限り不死身でごじゃるよ。赤文字でヒントを言ってくれるありがたや。その壺がなければ君は不死身ではないということなんだな。ウィー、さあ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 、よし、こう、よっ、こう、どんどんボロくなっていく。多分これ縦では防げんのよね。怖いけんやってみたりとかはせんけど体力がね、そんなに多いわけじゃないけんね。よっしゃー、やったー、壺なくなったよ。なんてことをするでごじゃるか。わしはもう許さんでごじゃるよ。ゆるくーっと、何、怖いんですけど、これ真ん中におったら大丈夫だな。あ、でもそのうち襲って、あー、何、でかくなった。ちょ待って、めっちゃ普通の攻撃やん。何それ。子供かっていう感じの。でもハート減ってないね、さっき。あ、怖い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 と追いかけてこないね。 あれ当たって消えたんじゃないんや。ああいうもんなんや。見てこれ、真ん中におったら全く当たらんねえ。周りをぐるぐる回ってるだけ。怖い。やったね。やっぱ壺がなくなったけん。あ、これで、これが本当のボスやったってことか。途中の何やったんやろね、急激に始まったあの、わがままな3、4歳ぐらいの。ハートの器を手に入れた。ハートの最大値が増えた。体力も全回復。やったね。お、あったよ、あったよ。二つ目の楽器あったよ。じゃーん。巻貝のホルンを見つけた。また次のヒント来る？お、鳴ってる鳴ってる。誰も演奏しなくても勝手になる楽器たち、すげえ。草原、草原、草原が待っている。草原？草原？どのあたりや？うー、びっくりした。復活するんやね、あの花。なるほどね。じゃあ帰りますか。ここ掘れば、あ、なんか階段出てきたんですけど。ハートありがとう。えー、何この不気味な場所。このドクロも持ち上げれるようになった。やったね。え、これ毒じゃね。あ、大丈夫なの、大丈夫なのか。よいしょ。なんか出てきた。やい、小僧、よくも俺様を目覚めさせてくれたな。どうもありがとう。お礼をしてやる。かっこしやがれ。ツンデレや。よろしいですか。じゃあ魔法の粉はもっと持てるようにしてやる。ひひ。よろしいで、え、よろしいよ。ざまあ見やがれ、モテる数が増えてしまったぞ。じゃあ元気でね、また会おうぞ。かわいいんだけど。かわいいんだけど、何あれ。なんかあれかな、してほしいこととかがあったら。待って、そこも掘らないといけないな。ちょっと待って、こっちじゃないな。何回でも使えるってことかな、あの場所は。やったらめっちゃ便利な場所見つけたね。やったー。パワーブレスレット様様や。あ、ここも。よいしょー。はい。あ、不思議な、不思議じゃなかった。秘密の貝殻を手に入れた。何に使うんだろう。何にかはわからんけど、まあ、そのうち役立つでしょう。ああいう感じであるんかな、なんか、その、物と交換してくれるような。え、ダンペイさん、ここにいましたっけ、前から。メイカー、用事は済んだみたいだな。この看板の矢印をたどって、オラの小屋に来るといいだよ。何村に勝手に看板立ててんの？ここからしばらく右上、ダンペイの小屋、冒険の手伝い募集中。冒険の手伝いをしてくれるんじゃなくって、募集？ダンペイさんが冒険に出るの？そういうことかな。あ、散歩という名の冒険終わりました。
ワンワンのこととっても感謝してるざます。ほんと親切な坊やざますわ。お礼はこれざます。え？いらねえ。マダムニャンニャンからお礼をもらった。ラッキーなの？照れてたの？今の。あ、もう繋がれたんだね。あ、前みたいに飛びかかってきたりはしない？懐いてくれた？それはよかった。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねってことで、ワンワンがさ、ここ掘れバウバウっていろいろ言ったけん、そういうところをスコップで掘っていきたいけん、スコップを買いに行かんといかんね。村を離れる前に。